宮開は、日本の空間デザイナー。兵庫県木の崎の霞生まれ、島根県出雲市育ち。桑沢デザイン研究所卒業。過去に、東京大学地の構造化センターピンポン、プロジェクトディレクターを務めた。現在、アカデミックリソースガイド株式会社の取締役兼、工戸である。工業大学の建築学科に入学したが1年で、中退。 地方のアパレル会社で5年ほど販売、反則企画の仕事をする。その後、1991年に上京し、クワサワデザイン研究所に入る。卒業後、インテリアデザイン事務所に入り、約3年半デザイナーとして働いた後、1998年に独立し、デザインチームマットを立ち上げる。マットでは、商業施設、オフィス、公共施設、イベント等の企画、 設計、デザイン業務を行う。主なプロジェクトとして、千ヶ谷のアクセサリーショップ、ジャムホームメイド、外苑前のカフェ、オフィス、大神山、社員秋葉原の秘密基地圏住宅、秋葉湾 LDK 日の木風呂、山口情報芸術センターの複合スペース、ビットシングス、渋谷、グランベルホテル、ロッテリア日本科学未来観点。 東京ミッドタウン内にオープンした駿河銀行による、ユニークなコミュニケーションスペース、D、ラボバイ駿河バンク等の空間デザイン、第15回文化庁、メディア芸術祭、文化庁、メディア芸術祭と山店等のキュレーション、湯気匠がデザイナーを務めるファッションブランド、湯気のコレクション発表のプロデュースがある。2007年5月24日19時21時、D ラボから考える。 僕らは都市に夢を見るかと題したイベントを開催。東博と北田明大が対談した。2008年4月、サイン五段打点をオープン。2008年11月、国立国会図書館館長長長尾誠との対談がベーガンスに掲載された。2009年より、東京大学地の構造化センターのピンポンプロジェクトにディレクターとして参加した。2010年春、 東ズマヒロキ、ア入江哲郎らローラと共に合同会社、コンテクチュアーズ及びコンテクチュアーズともの会を発足させた。李は代表に就任。2010年6月、東ズマヒロキとニコニコ生編集。思想地図ビス編集会議新批評研究会に参加。東が主催していた新批評研究会の特別編という位置づけ。参加者は、東ズマヒロキ。 宇野恒弘、市川正人、藤村隆一たる、福島良大、浜野里志、黒瀬洋平、西田良介、早見健郎、麻子義秀、そして李、村上雄一、坂上秋成、峰夫敏彦、とかだ。その他に、オブザーバーとして、青二社、NHK 出版、千曲書房、ソフトバンククリエイティブなど、各出版社の編集者が参加予定であると、アナウンスされた。 イベントの模様はニコニコ生放送で配信された。2010年10月25日、デジタルハリウッド大学にて、ブックビジネス2.0セミナーに参加。登壇者は、浜野里橋本博也、岡本誠。ナビゲーターは、中間田明夫、木下誠、宮田和樹。2010年12月24日より、青山ブックセンター六本木店にて開催された。 アタックブックフェアに参加した。2011年1月末日付でコンテクチュアズの代表を解任され退社。2011年1月12日にリカル・アズマ・ヒロキ、アセコ・ヨシヒデに提出された年書によると、290万3838 38円を2010年8月2日より、断続的に個人事業所マットの運転資金に流用したとのことで、 あったが、その後の調査の結果、理による流用は、コンテクチュアーズが設立された2010年4月より、行われており、流用金額は300万円を超えていることが、判明した。2013年より、明治学院大学文学部芸術学科、非常勤講師として、デジタルアート論を担当。2014年1月より、アカデミックリソースガイド株式会社のパートナーとして、 図書館を中心とした新しい文化施設づくりや地域のデザインに従事。2017年11月7日から9日にパシフィコ横浜で開催された第19回図書館総合展においてスターパイロッツ代表、三浦城店、アフタヌーンソサイティ代表取締役、清水義次アーグ代表取締役、岡本誠と共にトークイベントに参加した。サッカーが好きで、 投うすると、スタジアムに足を運ぶ。マンチェスターユナイテッドのファン。中でも、ライアン・ギグスの前世紀で、デビット・ベッカムが、やんちゃな頃である1990年代後期が一番好きだったと、語っている。1982年のスペインワールドカップで、ジーコのプレーを見て、インパクトを受けた。1990年のフィファワールドカップでは、ポール・ガスコインがヒーローであった。 小学生の頃から、星新一、小松佐京、筒井康隆、豊田有真由村拓、アイザック・アシモフ、アーサー・シー・クラーク、フィリップ・ケ・ディックなどの SF を読んできた。スタニスワフレム、ソラリス、1990年代前半に所属した、ダグラス・ホフスタッター、ゲーデル、エッシャー、バッハに影響を受けた。クレック・イーガンの小説は翻訳されると欠かさず、読んでいる。 SF 要素のあるライトノベルも読む。好きな漫画家はニビンツトムで、ブラム、バイオメガはイーガンにも劣らないと語っている。渋谷慶一郎主催のサウンドレーベル、アタックにアートディレクターとして参加していた。2008年4月、東ズマと桜坂用によるプロジェクト、ギートステートに可能性を感じ、同じ方法論で建築、空間を作りたいと語った。ありがとうございます。